よし、お化け沼 1RX。 いやもうそろそろある程度の何なんか成果を出したいよね。もうこれでダメだったら一縷の望みをかけて土管を20連引きます。お、4位。え、つかマジで1位取れんのやけど、なんで。そして猿が1位。え、ちょっとマジでさ、もうなんかコンボとか関係ねえよ、マジ。もうほんとなんかもうさ、ただただ1位が欲しい、ただ1位が取りたい、ただそれだけなんです、ほんとに。もうイン攻めしていこう。もうただ1位を取るラインでいく。もう、あそこを飛んだら後ろから食いつかれるから、一周回って3400って、もはやあのポイント的に勝つ気あんのかみたいな、そんな感じになっているが、なっているが、マジはえー、最速を目指したライン取り。何してるんだろう俺一体。マジ何してるんだろう本当に。1位は取ったけど、なんだろう、全然、なんかもう、虚無虚無しい。なんかもう無理。はい、ということでですね。もうこれはダメだな。禁断の土管を回そう。土管を回すしかねえ、もう、これはもう無理。土管を回すしかねえ。まずは、ちょっと、このバラの土管から回していこう。まず一発目、レッツゴー。いけるかな。あ、まずグリーンか。グリーンはしょうがねえな。うお、嘘、すげえ、キングテレサ出た、やった。次。あ、で、嘘、マジで、ゴールド土管だ。バラだったのにゴールド土管だ、やった。あ、何これ、初めて見た。安全第一回答。これは何か使えるときはあるのか。まあグリーンだろうな。あ、うん、そういうの助かる。そういうのなんか助かる気がする。ちょっとよくわかんないけど。はい、ということでバラが終わり。どっちがいいかな。丸1と丸2。なんかどっちもあんま変わんねえような気がすっけど、丸1と丸2。どっちも変わんねえような気がすっけど。あ、つか、例の車のピックアップってさ、例の車のピックアップってどこにあんの？どっち？どっちも？詳しく。ピンクブルドーザーは？ピンクブルドーザーのピックアップ。こっち？こっちは？ピンクブルドーザー。あ、上だ！ピンクブルドーザー。よし、ピックアップされてるから、こっちで行きます。丸に。ということで、20連行ってみよう！レッツゴー！はーし。いやね、こういう時に限って引いちゃうよね。まあね、そんなこともあるかなと思うよね。うん、まあ、黒兵法ね。うん、のこのこね。ちょっと気合い入れてこ。はい。
嘘だろ嘘だろ嘘だろ、そういうことっていいの？え、そういうことっていいの？ほんとほんとなんかさ、ついてないとはこのことなのではないのか？うわー、やばやばー。え、これどうすればいいんだ？これどうすればいいんだ、マジで。どうしよう。ラッシー。でもなんかさ、やっぱなんか早くなった気がする。レベルアップさせたら。所詮課金ゲーなのか。なんか多くの人からそうだよって聞こえてきそうだけど。今さら何を寝ぼけたこと言ってるんだか、平サバさんって。面白い人ですね。このゲームがいつから課金ゲーじゃないと思っていたんですか？みたいな。うわうわうわ、え、なになに、今持ってる甲羅にぶつかったら、もしかして。うわうわうわ、まあ確かにポイントは伸びたわな。ポイントは伸びたけどさ、まず1位になってないし、なんのラッシー。ラッシーは誰なの本当に。やだわー。え、何何、なんか来た？あの、なんかあれ、ハードコアなんだかみたいなやつ、ハードゲームみたいなやつ。お金くれるんだ、ありがとうありがとう。うん、なんか、うん、こういう時にそういうのはなんかちょっと嬉しいような気がするよ。よし、ここまで来たぞ。かー、あと6000。つら。つらいけどさ、つらいとかまず言ってらんないしさ。どうしよっかな。ちょうど6000。2000ずつアップですか。でもこれさ、3位だかでさ、この数字だから2000アップぐらいいけんじゃないの？てかさ、もうフルコンボだったらさ、フルコンボだったらさ、もうちょっとなんかくれよ。もう、なんなんだ、もう。なんなんだよ、もう。ここはもう伸びねえってことか？もう、フルコンボなのに全然伸びなかったわ。これこそ、これぞまさにあれだな。あの、もうフィーバー頼みみたいな、そういうことだな。つら。ピンク乗り物、もうお前の力に頼るしかないんだ。ピンク乗り物なんとかしてくれ。やる気十分みたいな。はい、ピンク乗り物の真の力が今解放されるかもしれない。あれ、なんか今、なんかいつもより飛んだよ、ピンク乗り物。あれかな、あのふーんってやつやったのかな、あのスマブラでいうところの。あ、ちょ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 、俺何やってんの何やってんの。たまにやんだよな、このコース。今のような、今のようなさ、あの誤ったハンドル操作、今のような誤ったハンドル操作によって交通事故は引き起こされますみたいな、そういうやつだなこれ。本当に、ここもなんか痛い痛い。誰だ誰だ、今今ぶつけたの誰だ。正直に言いなさい、怒るから。
あのね、経験上ね、あの正直に言いなさいって言われた瞬間もう怒られると思った方がいいねっていう、そういうやつだよね。シャイシャイシャイ13877どう、あれここもう1万3000ぐらいいってんだっけ、どう、どんな感じ。あ、600、まあでもこのご時世600もありがたいよね。うわーちゃー、やっともう5位に肉薄してきたぞ。え、シンプルに負けたし。あーマジでか、マジでか。あー、はいはい、全然だね、全然すぎるね。うわあ、どうしよう。6位。あと900点差か。あと900点差か。あと私の持っているものは？なるほど。ちょっと一旦切ろう。はい。